穴がち嘘じゃないかもお疲れ様ですパーソナリティノのりかです今回お届けするテーマはこちら傾きでビー玉が転がる「警告が手抜き工事したマリーナ・ベイサンズホテルに倒壊危機」その理由が衝撃すぐるキるシンガポールを象徴するリ想ートビルマリーナ・ベイサンズが倒壊してしまうのではと噂があります背景には警告の「手抜き工事」疑惑があるようなのですが 今回はこの疑惑の金賞とともに渓谷の手抜き工事の実態について解説しいきたいと思いますそれでは早速行ってみましょうビー玉が転がっていく東南アジアマレー半島の先端に位置する島国シンガポール国土は東京23区ほどの面積しかありませんが金融製造技術貿易などが盛んで一人当たりの国内総生産 GDP 世界第8位アジアではダントツの1位を誇る都市国家です また観光大国としても有名で、2019年には1910万人もの外国人が観光に訪れていて、シンボールの人口が600万人弱ですから、なんと人口の3倍以上の観光客が来ていることに。そんなシンガポールの象徴である有名リゾートホテルが2010年に開業したマリーナ・ベイ・サンズです。 マリーナベイ・サンズは、アメリカのラスベガスのカジノリゾート会社、ラスベガス・サンズによって運営されており、世界最大のカジノを中心に2561室のホテル、ショッピングモール、美術館、シアターなどを備えた巨大アイリゾートになっています。その総工費は80億シンガオールドル、約5500億円で、なんと世界で最も建設費が高い建物ランキングで堂々たる第2位。 ちなみに第1位は、サウジアラビアのアラージュアル・ベート・タワーズで建設費は約1兆5000億円となります。そして特筆すべきは、カナダの有名な建築家モシェ・サフディー氏によってデザインされ、そのユニークな形状。55階建てのビルが3つ並んでいるのですが、ビル自体が傾いた形をしており、これは積み重ねたトランプをモチーフにしているのだとか。こののビル傾傾きなんと傾斜角が50 度もあり、あのイタリアのピサの斜塔の約10倍も傾いているのです。さらにその傾いたビルの上、つまり屋上に巨大なプールが乗っかっている構造になっています。横から眺めると、まるでビルの上に巨大戦艦が横たわっているようにも。これだネオゲウイコールクナビルの巨大建築プロジェクトです。どこの建設会社が受注しイチのか気になりますよね。当然、世界の有名建設会社が名乗りを上げました。 マスは、日本の清水建設。売上高約1兆7千億円を誇る世界的にも有名な日本のスーパーゼネコン5社の一角ですそしてフランスのビンチ・バンシ日本ではあまり馴染みがありませんが世界100国に進出し18万人以上もの従業員数を誇る世界第4位の建設会社ですさてこの受注合戦はどうなったのでしょうかなんと清水建設もビンチも入りしを辞退してしまったのです 理由はやはり傾いたるにプールを載せたマリーナベイサンズの独特な構造。両者ともこの設計では安全性を保証できないと結論付けました。やはり有力建設会社にしても相当難易度の高い建設なのでしょうね。そして結局誰も競争相手の田舎で棚穂と敵に受注に成功したのが渓谷の総流建設だったのです。しかもこの総流建設4年の後期をたった2年3ヶ月で完成させてしまいました。 世界の有名な建設会社が諦めた工事で、しかも工期を1年半以上も倒しで完成させるなんて、総流建設も大したものですね。当時、渓谷のメディア、中央日報でも、世界が諦めた難工事、渓谷が成し遂げたと絶賛する記事を掲載。また、総流建設のキム・ソク会長は次のように述べています、総流建設の独創的なアイデアで難しい工事を早期に成し遂げることができた。 独創的なアイデアとは一体どのような魔法を使ったのでしょうね。さて、ミつルを辞してオープンしたてリーナベイサンズですが、実は開業当時から何やらよからぬ噂があるのを知っていますか。なんとマリーナベイサンズは年々ビルが傾いていて、いつか倒壊するの。ではないかというニュースが日遣っているのです。これはただとではありません。確かにネットではマリーナベイサンズと検索すると、倒壊や傾くが上位に表示されるのです。 もし本当ならこれは建設工事自体に問題があったとしか言いようがありませんよね。そう、実はこの総流建設には手抜き工事の疑惑があるのです。にわかには信じられませんが、実際にそんなことがあるのでしょうか。ではご対例で見ていきたいと思います。まず最初に、本当に傾いているのかをわざわざ現地調査してきた方がいるのですが、その驚きの調査結果を見ていきましょう。その方法は実際ににマリーナベーサンスに行って 地面でビー玉を転がしてみたそうです古典的ですがとてもふんがりやすい方法ですよね場所は3つのビルのうちで最も安定してそうな真ん中のビルホテルの1階ロビーでビー玉転がしてみたところなんとビー玉が転がってったではありませんか高層階ならまだわかるのですが1階で転がるとは驚愕ですよねこれは本当に心配になってきました お次は、総流建設がわずか2年3ヶ月で完工させたという事実。実はこの早期完工によって総流建設は7億円ものインセンティブをゲットしたそうです。インセンティブ目的に手抜き工事、押して工期を早めたのでしょうか。疑惑は深まるばかりですが、この総流建設はマリーナベイサンズ完工から5年後になんと倒産してしまったのです。 真相は闇の中になってしまいましたが、早期観光のために使った魔法がまさか手抜き工事だったのではと疑ってしまいますよね。最後の例が一番強烈なのですが、そもそも渓谷ではとにかく建築物の倒壊が多いという事実いや、これは本当にマリーナベイサンズの倒壊が近いのかもしれませんね。 韓国での最悪の倒壊事故警告の建物崩壊事故で最悪の大惨事が、1995年6月にソウルで起こったサムプン百貨店崩壊事故です。1989年にオープンしたサムプン百貨店は売上高で当時の業界1位を誇る高級百貨店でした。オープンから6年後に悲劇は起こりま、した、事故当日の午後5時50分、突然、百貨店の5階の天井が崩落。 直後に建物が揺れ始めなんとあすか45秒というわすかな時間でビル全体が崩れ落ちたのですこの事故で死者502人負傷者937人行方不明者6人という悲劇がもたらされてしまいました原因は完全な手抜き工事によるもの第一に粗悪なコンクリートを使用していたこと次に柱の不備による強度不足 このビルは当初、フイスビルとして建設されていたのですが、途中から百貨店に変更されました。そこで建物中央にエスカレーターが必要となったことから、本来必要な柱が取り除かれてしまったのです。極めつけは屋上への大型冷蔵設備の設置。柱の不備によりもともと強度が不足しているにもかかわらず、屋上にそんな重いものを設置したためビルが重量に耐えられなくなったわけです。まさに手抜き工事のオンパレードじゃないですか。 こんな事故を見ると先ほどのマリーナベイサンズの倒壊もにわかに真実味を帯びてきますよね。そして渓谷は国内だけではなく海外でも多くの崩壊事故を起こしちゃっているのです。渓谷はパラオやクエートの橋崩落、マレーシアのペトロナスツインタワーの傾き問題など数えきれないほどの欠陥連起をやらかしているのですが、最近の例ではラオスのダム結界事故。 2018年7月にラオスの水力発電用ダムセピエンセナムのイダムが崩壊、最終的に71人が死亡、7000人が家を失いました。翌2019年にラオス政府がこの事故は警告 SK 建設の施工不良が原因と発表。ダムの基礎地盤の施工に問題があったようなのですが、SK 建設は責任は我々にないと反論。 これにはさすがの警告ネットゲウザーも自国を非難するコメントを寄せていました。多くの被害者を出しこのに知らんぷりかよ。誰の責任かは小学生でもわかる。SK は早く認めるべき。自国民も恥ずかしがるほどずさんな警告の手抜き工事の数々。国内の建築もまともにできないのに、海外にまで迷惑をかけるのは勘弁してほしいものですね。いかがでしたでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。 最後ままでごご視聴いいたた。だきありがとうございました動画を見て面白かったと思ったら是非高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画映画でお会いしましょう。